勝手に電力 2.0 始めたいと思います。今日は126回目ということで、電力目線の快速化ということでお話をさせてもらいたいと思います。まあ、快速化っていうのがですね、かなり馴染みのない言葉なんですけれども、実はですね、ニュースピックスのあたかさんのコメントを見ていた時にですね、やはり自分としてもこの快速化っていうのを電力目線で捉えるとどうしていかなきゃいけないのかっていうのを少し考えてみました。まず左上の図になるんですけれども、まあたかさんが言うにはですね、今まで密閉で密な、集合したっていうところの、まあ、従来の都市っていうところを志向していたのがですね、このもうコロナということで都市の弱点ということがものすごくトピックに上がってきたので、まあ、今後いかに、密閉から解放へという話と、あとは密から疎へっていうところで、まあ、解と疎で快速化ということで、あたかさんがつけられたんですけれども、まあ、この方向にもう向かっていくことは間違いないというところになった時に、まあ、下の方を見てもらうと、まあ、クローズドからオープンへっていうのと、デンスからスパースっていうところへと、まあ、コンタクトからノンコンタクト、あるいは人が動くとどうしてもそれが感染症等にとって広がってしまうので、物を動かしていくという発想になってくると、まあ、実際に流れとしては無人化だとか自動化だとか、まあ、リモート管理をしていくっていうところが発想に、とにかく接触を避けていくっていうところで、その中でいかに経済性を失わないだとか、感情的なものを豊かにできるかとかっていうところを考えていかなきゃいけないと。でその中で電力で少し考えていくと、まあ、たくさんがコメントしていた通り、都市部に以外はですね、もうグリッド依存をいかに抑制していって接触をしないようなところ、あるいはそんなところに対してコストに見合ったような、コストミニマムないかに電力サービスというのを供給するのかということで、このマイクログリッドやオフグリッドというのをちゃんと推進してですね、まあ、変化に対応できるように しなければいけないというような提言がされてたので、まあ、それに対してどう思っていくかというと、まあ、一言で言うと圧倒的分散対応かなというところに思っていて、まあ、実際にこの分散対応した時のメリットっていうのが、例えばレジリエンスみたいな話があったんですけど、今までこの非常時の災害対応というところに焦点が当たっていたんですけど、実は疫病だとか、そもそもいろんな触れることによるリスクみたいな常時のリスクっていうところのところの疫病対応のレジリエンス、常時レジリエンスみたいな発想も今後必要じゃないかなと思っていました。また発電のところも、今までもちろん大規模集中型っていうところが、このキロワットアワーあたりですね、例えば10人で、100万キロワットアワーの例えば発電所とかそんなことないんですけれども、まあ、できればそれですね、1人当たりの人件費でどのぐらいのキロワットアワーのコストになるかっていうところで、すごい安くできるので大規模っていうのを進めていったんですけれども、まあ、なかなかそうすると集中して何十人かっていう複数人がどうしても密集して対応するっていうことが必要になるので、そこがなかなか難しくなってくると。でそうなってくると、例えばもう小さい発電所でもいくつも管理をしていくってことになるんですけれども、ここを例えばバーチャルにデジタル化していくことで、1人で管理できるものを増やしていくと、実際にリアルになくても管理できるような状況にしていくっていうところで、コストはミニマムにしていきながら、大規模集中型発電所と同じような効果を出せるようなコスト感に持っていくっていうのは今後課題になってくるのかなと思いますし、まあ送配電みたいな送電線のところ もうリアルグリッドっていうのを引いていくと、実際にその系統少しでも切れた場合にですね、そこ自体が全てのネックになって電力サービスが使えなくなったり、あるいは電気工事等していくと、リアルな場でどうしてもそういう工事線を張ったりですね、線路直したりとか確かめたりっていうところがあるので、もうワイヤレスいかに線をなくしていくかみたいな発想っていうのを、どんどんつけていかないとですね、この無人化だとか自動化っていうところが、なかなかリモート管理までいくと思うんですけれども、まあ、あくまでも根本的にやはり接触をなくしていくっていうことなので、もう物との触れていくのもなくしていった方がいいので、そういう意味ではワイヤレス化っていうのが、絶対重要になってくるのかなと個人的には思いました。まあ、あとはただ送電線の中ではいかにこの需給っていうところをこう合わせていくようなミニグリッド、マイクログリッドっていうところでどうやって合わせていくのかがやっぱり課題になるのかなと。まあ、実際に今も出てきてる課題をどう突き詰めていくかっていう方向がより さらに加速するのかなとは個人的には思ってます。でキーワードとしてはですね、まあ、今3密を避けるということで脱3密って言われてるんですけれども、これまあ脱リアル3密っていうところで、イコールは実はデジタルで3密を保てるような空間を作るとか、バーチャル3密っていうのはより作っていくことで、この脱3密っていうのが進んでいくんじゃないかなと個人的には思いました。以上です。